BS 三大予想。はい、こんにちは、横浜純正一筋進藤くんです。6月20日から開催がほぼほぼ確定されている TS 第3弾、楽しみにされている方多いのではないでしょうか。今日はですね、 TS の中でも最も激アツになりやすいと言われている第3弾で出てきそうな選手数名ピックアップしてきましたので、ご紹介していこうかなと思います。今回はですね、12球団でも活躍できる選手もたくさん候補にいますので、横浜純正じゃない方もですね、最後までお楽しみいただけるかなと思います。いよいよ筒香嘉智が登場するのか、楽しみなところっすね。それでは早速コンペへ。まず TS とはね、何かといったところからお話ししますと、 TS とはタイムスリップセレクションの略で、現在 NPB に在籍する選手、監督、コーチが対象となります。なので前回出た他球団へ移籍した梶谷選手や山崎康晃選手のように、同一球団でもね、全盛期の能力で出てくることもあります。まあ、現在ですね、どの球団でも背番号をつけている人が対象といった方が分かりやすいかもしれないですね。はい、それでは早速1人目、まずはソト選手ですね。今年からロッテに移籍されました。まだまだね、活躍されていて嬉しいですよね。横浜の場合は1段で抑え、2段で外野手、イチローセレクションでも外野手と来てますので、ここはね、ファーストの適正のソト選手が結構熱いんじゃないかなというふうに思ってます。表の能力としましては、弾道がアーチスト、ミート70、パワー84、走力59となってます。まあ、守備適正にしてもファースト、セカンド、レフト、ライト守れるといったところで、まあ、ギリ9大点ぐらいは上げれるんじゃないかなといったところがあります。まあ、汎用性はね、かなり高い選手になります。特殊能力が超アーチスト、広角打法、チャンスとなっておりますね。まあ、この年はですね、打点を獲得してめちゃくちゃ能力も高いです。いろいろなポジションをね、最低限守れる広角アーチストの外選手出たらですね、12球団勢の方でもめちゃくちゃ欲しい選手になるかなというふうに思います。まあ、この強い外選手出るんであれば、まあ、熱いと言われる3段か5段、まあ、このどちらかで出てくるかなというふうに予想してます。好みさん、ぜひよろしくお願いします。続いて2人目、こちらはちょっと進藤の今回の本命予想、三浦大輔監督ですね。まあ、去年の TS でも出てるんですけれども、まあ、今年も出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。球威が73、制球81、スタミナ81と、制球スタミナ81同値となっております。球種の方はね、ご覧の通り、スライダー、カット、シュート、まあ、フォーク、スローカーブといったところになってまして、まあ、ちょっとリアタイ向きではないですね。まあ、特殊能力の方が超タイピンチ、20丸、コントロール、尻上がりと、特能に関してはかなりね、リアタイ向きな投手となっております。浜のレジェンドでもあるこの三浦大輔監督、リーグではね、本当に必須級の選手になることは間違いないですが、今のところちょっとリアタイでは厳しいかなというふうに思ってます。まあ、本当にね、スピリーグでもほとんど対戦した記憶がないぐらいですね。まあ、球種とかちょっといじって出てくれるとね、本当に嬉しいですけどね。まあ、ちょっとそこはコナミさん期待しております。3人目、大和選手。そろそろね、横浜版の TS 出てきてもおかしくないかなと思ってます。まあ、年度はね、かなり迷ったんですけれど、まあ、FA1 年目のね、こちらの能力で今回は予想していきます。弾道が低弾道、ミート69、パワー55、走力79。で、見てください、この守備。ふざけてるぐらいすごいよね。まあ、本当にね、もうどこ守らせても一流といったところで、まあ、かなりね、貴重な選手になりますよね。で、特殊能力は超粘り打ち、20丸、流し打ち、守備職人となっております。まあ、正直ですね、12球団目線では目玉にはならないかもしれないですけど、横浜純正民はね、これはランキング走るでしょう。いや、この大和選手はね、本当に横浜純正民めちゃくちゃ心待ちにしてる人多いんじゃないかなと思いますんで、まあ、好みさんぜひね、12球団目線で当たり枠じゃなくても出してほしいなというふうに思ってます。続いて4人目、宮崎敏郎選手。年度はですね、まあ、ちょっとこの年度しかないよね。欲しいのは弾道がラインドライブ、ミート84、パワー74、走力62となっております。で、守備の方もですね、サード適正75。いや、今のね、適正見てくださいよ、全然違いますからね。で、まあ、セカンド、ファーストも守れるといったところですね。特殊能力が超広角打法、片目打ち、ハイボールヒッターというふうになっております。まあ、この宮崎選手ですね、もうずっとすごいから、いつが全盛期か正直わからないという選手なんですけれども、まあ、今のベイスターズの現状が、現役選手アーチストゼロ、ラインドライブゼロという悲惨な状況になってます。まあ、ここで超広角ライドラ守備 B の宮崎さん出してくれたら、もう悶絶しますよ。はい、この宮崎さん出たら本当に12球団勢も黙ってないんじゃないかなとも思いますけどね。
続いて5人目、まあおそらくねサムネにもなってると思いますけど、筒香嘉智選手ですね。まあTS2 段とね一郎セレクションで左打ちの外野手がね両方出てますんで、可能性は高いとは正直言えないんですけれども、コナミさんが本気で TS 第3弾稼ぎに来るんであれば筒香さん出てくる可能性が高いかなと思ってます。で弾道がアーチスト、ミート81、パワー84、走力67となってまして、守備の方もですね63、特殊で65まで上げるといったところで、まあ、全然ねやれるかなというふうに思いますね。特殊能力の方が超アーチスト、広角打法、逆境となっています。まあ今年からですね、まあ、横浜に帰ってきてくれたこの浜の主砲、いやマジで TS 出してほしい。うん、まあまだね今年の分の通常も出てはないですけれども、まあこのね全盛期の能力の筒香選手はね今すぐ欲しいと思ってる方たくさんいると思います。いやぜひともねコナミさんこの筒香選手出してほしいなというふうに思っております。発目せよ。はい、いかがだったでしょうか。まあ今回ですねちょっと3弾ということでかなりね豪華なメンバーを予想させていただきましたけれども、まあこの5人の中から出るんじゃないかなというふうに思っております。ぜひね皆さんの予想なんかもコメント欄に書いてほしいなというふうに思います。お席反対だろか。はい、ちょっと最後にね、挨拶だけさせていただきたいんですけれども、もうここからはね僕のファンと言ってくれる方だけ見てください。この度ですねチャンネル登録3万人いくことができまして、本当に、ね、皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。まあこれもですね日頃から僕の動画を見てくださる視聴者の方々、僕のサムネイルを作ってくれてるせいくん、まあそしてね YouTube を応援してくれるヨメッチ、あと頑張り続けてる俺もねおかげだと思っております。まあチャンネル登録ね2万人いた時に、まあ、LINE スタンプ、あとまあメンバーシップっていうね新たな挑戦を始めて、今回ねチャンネル登録3万人といったところで、まあこの見ても得するか損するか分かんないようなこの面をね、ちょっとだけ出して、まあ、動画をね、投稿しておりますと、まあ次の目標はですね、まあ、4万人5万人といったところなんですけれども、まあ、4万人もし行くことができたら次は何をしようかなというふうなことをね、考える日々がすごく楽しい毎日でございます。まあ、こんなね横浜純正1本で配信してるチャンネルをですね、まあ、ここまで多くの人にね見ていただけるなんて本当に思ってませんでした。これからもですね、もっともっと皆さんに楽しんでいただけるような動画を撮っていこうと思っておりますので、ぜひね、やってほしい企画なんかがあれば、どしどしコメント欄に書いてあってください。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは